そんで、たけちゃん。ゆみちゃん。さあ、本編のご質問は、はい、ゆみちゃんに叱られたいさんからです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと叱ってあげて、ちょっと。なんかちょっと岡山弁かなんかで、結構ちょっときつめに。叱ること。じゃあそうやな。じゃあ何されたら腹立つ？まあじゃあ。ディスられたら。じゃあもうゆみちゃんに、このチンチクリンガーみたいな言われたとかって。よく言われる。よく言われる。このチンチクリンガーって言われたと思って、はい。はい、チンチクリンです。やめなさい、叱ってあげなさい。そがなこと言ったらおいりゃせんが。おいりゃせんが、いけんよって言う、はい、いけんよ。そんなこと言っちゃダメですよ。はい、本当は自刻落とすよって言われて。はい、っていう言葉にはその気持ちを落とします。気持ちを超えてるね。はい、ということで、まあ、多分、ゆみちゃん叱られたから、多分今すごい、はい、多分コメント欄でありがとうございますって来ると思うんですけど、もしかしたらもっとか、もしかしたら他の方に、俺もみたいなのが来るとちょっとややこしくなるんで、この辺にしときましょうか。もっとこう、凄みがないといけないんだろうけれども、いや全然、はい。すみません、もうおかしいけど、はい、じゃあ行きましょう。こんな感じでよろしいでしょうか。はい、はい、大丈夫でしょう。では参ります。はい、たけちゃん、ゆみちゃん、いつも楽しく見ています。はい、ありがとうございます。ウェッジについて質問です。うん、私はボーケーの52度、8F グラインド、うん、56度、10の S グラインド、60度、14の K グラインドの3本を入れています。はい、52はややしっかりめに打って100ヤード前後狙うよう、はい、56はそれより短い距離のアプローチ全般、うんうんうん、60度はほぼバンカー専用です。はい、ピッチングは47度、バウンスは8度で比較的得意なクラブなのですが、うん、ウェッジの52度がやや不安定で困っています。はい、56と60は不自由なく使えており、もしかしたらバウンスに原因があるのではと疑っています。うん、ウェッジのロフト、バウンスごとの使い分け、考え方などをアドバイスいただければ幸いです、とのことです。はい、これはちょっと、まあ、まず、バウンスについての話になるんですけども、うん、バウンスってのは基本的にそのリーディングエッジっていう、まあ、先側ですね、リーディングエッジが芝への刺さりすぎや、まあ、バンカーでの砂の潜りすぎっていうのを減らしてくれる役割があります。はい、で、基本的にこの8度以下を、まあ、俗に言うローバウンスと言いますし、12度以上ハイバウンスと言いますから、今回、このゆみちゃんに叱られたいさんが持ってる52度はどちらかというとローバウンスの部類ですね。うんうん、で56度と60度のバウンスを考えると、52度もまあ10度はあってもいいのかなっていうのは正直思うんですよね。なるほど、思うんです。うんうん、ただ正直この質問だけ見ると、決してバウンスだけが原因じゃないのかなっていうのはあって、うんうん、ポイントはまずゆみちゃんに叱られたいさんはピッチングウェッジ と、ウェッジのシャフトがまず同じかどうかっていうのをちょっと確認してもらいたいですね。はいはい、でピッチ使い方としては52は結構フルショットしっかりめに打ってっていうことなんですよね。うんうん、で47ピッチングもおそらくフルショットしますから、でバウンスは一緒なんですよね。だから、うんうん、しっかりめに打つっていう意味ではバウンスが同じっていうところにバウンスの影響っていうのはあんまりないはずなんですよ。はいはい、それやったら一番ポイントはまずシャフトが同じかどうかですよね。はい、だから、そのピッチングもさっき言ったピッチ47のピッチングもバウンス8度と決して多くないので、52度の使い方とピッチングの使い方に似てるんです。うん、フルショット前提ってなることでは、うん、だからバウンス以外の要因の方が大きいんじゃないかなっていうのは僕はちょっと予測できるんですよ。予測してるというか、まあ、この質問だけで言えばですけどね。まずもう根本的にさっきから言うシャフトが違うならもう絶対シャフト揃えるが大事ですね。うん、で次シャフトが同じってことやったら次考えられるのはボーケーっていうウェッジの特徴なんですけども、ボーケーはウェッジの中でも比較的ヘッド重めに設計されてます。うんうん、なのでピッチングから52度へのヘッドの重量が急に重くたくなっている可能性は考えられるんですね。だからもしシャフトが同じでうまく打てないっていうことやったら、もしかしたらピッチングと52度のヘッドの重量差っていうのが影響している可能性も僕はあると思うんですよね。なるほどね。だからそういう意味では52度だけ、まあ残りの、ごめんなさい、56と60は、まあ、フルショットじゃないっていうのもあって、ヘッドエッジすごいボーケーっていうのはアプローチとかの性能はやっぱ優れてますから、ただフルショット向きじゃない可能性はあるんですよ。ちょっとヘッドが重いんで、なるほど、だそう考えると
52度だけはもう少しヘッド重量が軽いウェッジに変えてしまうっていうのも一つかなと思いますね。だからこれちょっと質問がウェッジのロフトバウンスについての質問なのに、まあちょっと脱線してしまって申し訳ないんですけども、まあ正直この質問を聞くとバウンスだけを疑うことではないかなと思うんで、まず絶対的にシャフトが違うやったらシャフトは揃えてください。でもしシャフトが同じやのにってことやったら、まあその長さとかバランスっていうのを見ながら、もしかしたらちょっとボーケーのヘッドが重すぎてる可能性があるので、まあ、あのもう少し、まあ、そのどのウェッジに変えてくださいとはちょっと言えないですけども、もう少し軽いヘッドに変えるっていうのも、まあ、一つの方法かなと思いますね。なるほどね、はいはい、うん、なので、まあ、同じような感じで打たれてるのでのであれば、ピッチングでうまく打ててるっていうことは、うん、そういうそのシャフトだったりとか、シャフトだからバウンスは同じような使い方しててバウンスが同じやったら別にそこはそれだけ下手な52択うまく打ててないってことは他の要素じゃないかなというのはちょっと気になりますね。あと来角もどうか、もちろんそうですね、まあ、意味じゃない、だから要素としてはいろいろあります。なるほど、だからウェッジだけ来角いじってない人も結構おるんですよ。なるほど、だからそういうのもあるので、だからその辺はちょっと疑った方がいいですね。確かに、あとはこうもしかしたらこうフリマアプリでこう安いのがあったから購入したっていう場合はちょっともうあのその人用に、うん、あのなんか変えてる方もいるかもしれないので ね、だからその辺も含めてちょっと流れを1回見た方がいいですね、うん、47と52の流れっていうのをもう1回確認すべきですね、はいはい、ということで、まあその流れを確認するっていうのと、まあ、シャフトだったりヘッドだったりのバランスだったり、うん、まあ、来角なり、ちょっと比較的揃えていきながら、そうですね、だからバウンス以外の要素をちょっと見ていった方がいいかもしれません、はいはい、ということで、うん、ゆみちゃんに叱られたいさん、ご参考になりましたでしょうか、はい、それではサンデータケちゃん、ゆみちゃん、また来週、はい、ゆみちゃんに叱られたい方はいつでもコメント欄で言ってください。あ、多分コメントしっかり返してくると思います。叱ってあげてね。チャンネル登録高評価でたけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。